中山形ムーブチャンネルです。行ってまいりました。 FC 町田ゼルビア戦、今季初の現地観戦でした。娘を連れて行ったんですけれども、今日山形何対何で勝ちますか？2対1。誰が点決めますますかね？知ってる選手、山田光太。山田光太が昨年はアウェーの大宮戦、アウェーの相模原戦、そしてホーム最終節の北九州戦と全試合勝ちで、現地観戦を終えたんですけれども、今回は残念ながらというか悔しくも惜しくも1対1の引き分けということで、しかしよくやったんじゃないでしょうか。試合の入り、町田が良かった良かったので結構苦しみましたね。何が良かったかっていうと、山形の選手の間にポジションを取って、そこに常にパスを入れてた。しかもそのパスができるだけタッチ数を多くせず、できればダイレクト2タッチでどんどん山形の選手と選手の間にパスを入れていく。で、狭くなってくると大きく今度は展開していく。山形はそのタッチ数の細かい間に入れられたパスでディフェンスがそこに寄せていきますから、逆サイドが少しスペースができる。そうするとまたそこに大きく展開していくっていうのを繰り返されて、なかなかボールをキープすることができなかった。でもディフェンスよく頑張っていました。これは1試合通してだと思います。野田選手や山崎選手、高さでも負けてなかったですし、セカンドボールやサードボールの意識も高かったですから、ディフェンスは1試合通してかなり集中して、いいディフェンスができてたと思います。ただですよ、一番相手に今回警戒されたのはやはり南選手と藤田選手だったと思います。町田の選手がビルドアップ時にディフェンスに向かってプレスに行く、その時に必ず南選手、藤田選手のポジションを首を振って確認しながら町田の選手はプレスに行っていましたね。なので秋田戦のように南選手、藤田選手なかなか前を向いてプレーをすることができなかった。そのために山田光太選手が降りてくる、中盤のそこまで降りてきてゲームメイクに参加する、そこからなんとかサイドに展開する。そうするとチアゴ・アウベス選手や藤本選手のスピードや、テクニックで促進力が生まれて前に進んでいく。しかしやっと前に進んだところで降りてきてしまっている山田光太選手がいるってなると、鈴木邦友選手がやはり孤立して待っているという、なかなか攻撃陣苦しかったと思います。それでもよく耐えながらも戦っていました。そして相手コーナーキック、失点のシーンなんですけども、ショートコーナーで平戸選手が味方に当てた瞬間に中にスルスルと入っていくんですね。もちろん中はゾーンでしっかり山形人を見ながらついていたと思うんですけども、ボールを蹴った平戸選手への意識が低くなってしまった。まず寄せていった藤本選手、願わくばあと一歩二歩ボールに寄せれたら少し展開が変わっていた気もします。でもこれは仕方ないです。後ろのケアもありますし、意識はそこのボールだけに行くわけにはいかなかったのも理解できました。そして中にボールが入った時に難しい際どいボールが来たためにクリアが2回ほど浅くなってしまった。大きく蹴り出すことができなかった。そこにスルスルーっとボールを蹴って入っていった平戸選手へのアフターケア、アフターマークが甘くなってしまって、こぼれ球を拾われて見事に蹴り込まれてしまったという失点シーン。でもその後も山形は集中してディフェンス、きれいにラインを整えながら、また相手のロングボールもしっかり跳ね返しながら、厳しい状況でもパスをつなぎながら自分たちのサッカーを繰り広げていこうという意識が見えた。町田がしっかり山形を抑え込む、コンセプトに徹底していた。ポポビッチなかなかやりましたね。ずっと叫んでました。ポポビッチも、南選手は藤田選手にボールが入ろうとした時、入った時はいけ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 ずっとこう大きく声を張り上げて、そこのポイントには必ず選手たち行くんだぞっていう意識をもう大きな声で1試合通して叫んでました。で、前半はなかなか苦しい状況だったんですけども、後半に入ってなんとガラッと山形のサッカーが良くなったんですよね。何が良くなったたのかっていうと、山田光太選手にボールが入るようになった。まずそのテンポを作り出していたのが僕は野田選手だと思うんですよね。野田選手が最終ラインでボールを持った時にまず第一にターゲットとして目を上げていたのが山田光太選手なので、まあ僕の
気づいた限り2本か3本ぐらい最終ラインから山田康太選手にスポーンという、鋭いいいパスが入っていたと思います。早い段階で山田康太選手に当てようと、逆に言うと藤田選手、南選手が疲れていたので、そこの2人を飛ばしてもう1個前にいる山田康太選手に差し込もうという意識が話し合いで行われたんですかね。なので南選手、藤田選手、相変わらず厳しいマークを受けながらも、山田康太選手があまり下がってこずに、下がってこないように頑張って踏ん張って、そこに最終ラインから、ボールを入れようという意識が見えて、なので前線が前半よりも少し厚みがある攻撃を展開することができたような気がしました。そして生まれましたよ、山田康太選手のスーパーゴール。僕はあの86年のメキシコワールドカップ、マラドーナの5人抜きを思い出しましたよ。山本アナウンサーの名実況、マラドーナマラドーナマラドーナ来た、マラドーナマラドーナー、あれと同じ実況の原大吾さんが、山田康太、山田康太一人で持っていく、山田康太、山田康太一人で行ったーつって、もうあれ今季 J2 のベストゴールに入ってくると思いますよ、あのゴールは。うわーって、もう最高のゴールでした。そして南不要論とか上がってますけど、僕どうかと思いますよ。僕は南選手良かったと思います。後半34分のシーンですけども、南選手が河合亜美選手のパスだいぶずれたんです。でももっと前に行こうと、そこでスピードを止めるな、もしくは止まると思わなかった、ここまで来ると思ってたぜ、本当はあそこでボールを受けてそのまま前に行ければ、チャンスが生まれたと思うんですよ。しかしあそこ意思疎通がうまくいかなかった。でもああいうことが南選手の狙っているサッカーであり、クラモフスキーの狙っているサッカーを南選手が表現しているっていうことだと僕は思いました。なのであのパスミスっていうのは、そんなずれることあるって思ったかもしれないですけど、あの位置へのパスが通るようになれば、より山形は前に前に前に行くような気がしました。そしてビルドアップですよ、山形のビルドアップ、やっぱり今回も何度も引っかかってました。でも私今回気づいちゃいました。山形あそこ引っかかってもいいんですよ。なぜならあそこは究極のところを狙ってると思うんですね。なんとかあのビルドアップで相手を剥がせれば、中盤フォワードと厚みのある攻撃ができる。なので少々リスクを背負ってでも、失点をしてでも、あそこは少人数でできるだけビルドアップをして中盤につないでいく。そこから前につないで攻撃の厚みを出していく。スピードで前に上がっていても中にも選手がいる状況を作るには、あの少人数でビルドアップをしていくしか仕方ないんです。なので失点覚悟なんですよ。点を取るっていうサッカーをずっとやっていくと、やっぱ一貫して決めてるんだと思います。いやー、もやもやしますよ、あのビルドアップは。うわー、ドキドキしますよ。少人数でまた下げて、でもそこキーパーでディフェンスで、どんどん相手もどんどん来る、ハイプレス、でもハイプレス来てるってことは、相手が来ているということは、その後ろはどんどん空いてくるわけですから、そこを剥がせば豊富な攻撃陣がゴールに向かって進んでいくっていう、進みやすくなっていく、厚みが増していくっていうことを狙っているわけですから、あのビルドアップ、ちょっと僕はいや、もうディフェンス出身なんで、ね、もう怖い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 と思うんですけれども、ちょっとドンとか前に山形は少人数でもなんとか剥がして必ず得点できる、1失点ぐらいは上げるつもりで、2失点したって3点取りゃいいんでしょっていうサッカーなんで、そこを応援していきたいと思いますよ、僕は。なので次節11節大宮アレディージャ戦、いやー、勝っていただきたいですよ。ホームで、もうホーム連勝でいきましょうよ。チアゴ・アベ選手、デラトーレ選手がコミュニケーションや選手の個性の理解が深まってきて、狙うサッカーっていうのが明確になってきたら、より一層攻撃の厚みが出てくると思います。そこに期待しています。そして山形、今季は特に途中出場してきた選手によってゲームの流れが変わるんですよね。ゲーム展開の流れを変えることができるんですよね。なのでより一層、交代枠っていうのも重要になってきますけれども、そこで負けてるのか勝ってるのか、同点なのかっていうことによって、クラモスキー監督がどういうカードを切ってくるかっていうところもとっても楽しみですね。ワクワクする選手が控えにもいる、これは最高ですよ。必ず
J1 昇格ラインまでまずは行きましょうよ。大宮アルディージャも徐々に調子上げてきてます。僕の知り合いにも大宮アルディージャサポーターいますよ。山形に行ってお土産に勝ち点3を持って帰りますからなんていうツイッターで来ましたからね。僕は言いましたよ、大宮土産の勝ち点3山形に持ってきて お渡しくださいって。勝ちましょうよ大宮アルディージャに。中山形ムーブチャンネル、次はもうビールを持って笑顔でまた皆さんとお会いしたいと思います。それではさよなら、さよなら。